一番。はい、つみえき。こんにちは、大西です。今日も型のお湯一緒にやっていきましょう。今日は最上級ですね。一番何々という言いたい場合です。 いつものように例文の中でまず使い方を見ていきましょう。使い方が分かったら一緒に英語を作っていって、最後10回ずつ音読をしてあなたの体内に入れてしまいましょうね。その後、あなたの中で熟成させてください。独り言を繰り返したり、音読を繰り返したりすることでたくさん思い出を作っていくんですね。そして熟成してくるとあなたの血になるわけですね。はい、ではやっていきましょう。No.1 Askadera is the oldest temple in Japan. 意味としては、アスカデラは日本で一番古い寺だということですね、まあ。いきなりアスカデラって日本語ですけどね。アスカデラですね。奈良にありますかね。えー、587年かな。蘇我の馬子建立かと思います。日本で最古のお寺と言われていますよね。はい、すごいですよね。 はい、587年ってどんな時代なんでしょうっていう感じですけどね。はい、ちょっと日本史に思いを馳せてしまいますが。はい、ということで今日のポイント、一番古いというね、最上級ですね。比較の時はこの old に最後 er をつけて older とすることで、より古いね、より年上のとかっていう意味がありましたけれども、一番って言いたい時は、が、そして、 オールの最後の語尾を EST の形にするわけですね。これで一番古いという最上級の意味になるわけですね。テンポっていうのはお寺のことですね。はい。では同じように作っていきましょうね。No.2 人生で一番嬉しい日だった。はい。いいですね。なんかいいことがあった時とかにですね。It was, uh, it was the happiest day My life. いいですね。お子さんが生まれたときとかね、こんなふうに言えますよね。はい。It was, はい、それはま何か特定の日があるわけですね。それは、the、uh, happiest day ですね。はい。ここは保護になってます。はい。Happy, Happy の最上級ですね。Y が I に変わって EST。最上級ですね。 えー、一番幸せな日だった、嬉しい日だった、o f m 私の人生の中のっていうことになりますね。o <Okay>, k <three. S 1> 彼女は最も人気の歌詞だ。言ってみましょう。<S She s the most popular m o singer. t popular s 終わりですね。はい、そんな感じですね。はい。C、はい、が主語、B 動詞 えー、スインガーが保護ですね。名詞です。はい、the most popular となりましたね。popular は、えー、人気があるという形容詞ですね。はい、これですね、最後 e s てつけれないんです。読めないからということですね。比較の時もありましたよね。えー、綴りが2音節以上のもの、長いものは語尾に ER とか e s スとかつけれないので、 えこの最上級の場合は The most を前につけるわけですね。これで最上級を表します。比較だったら more popular でしたけれども、最上級なら The most をつけるわけですね。はい、一番人気の歌手ということになりますね。OK, for 1年で一番寒い日だった。まあ、こういうのお天気とかで言いますよね。はい、It was the coldest day of the year. はいこんな感じですね。はい、It was、はい、仕事をし、the c o l e s t day、ここですね。けい、あ、形容詞じゃない名詞ですね。はい、the coldest、はい、ここが最上級ですね。cold に est をつける形になります。of the year、一年のうちのっていうことですね。five、道を訪ねて最寄り最寄り駅はどこですか。つまり一番近い駅はどこですかと聞けばいいですね。はい、なので where is Where is the nearest is station? はいこんな感じですね。はい、聞きたいことがあったまあ、どこで聞きたいから、where? ですね。はい、the nearest station が主語ですね。はい、どこにありますかということですね。はい、near は近いという形容詞ですね。最後、ESC をつけて最寄りの一番近いステーションにかけられるわけですね。はい、こんな感じです。では、言い慣れて行きましょうね。1 Askadera is the oldest temple in Japan. 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 Askadera is the oldest temple in Japan.

It was, the day of my life. it was the happiest 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 day of my life. Number three. She's the most popular singer. 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 Four. It was the coldest day of the year. 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 Number five. Where is the nearest station? 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 where is the nearest station where is the nearest station okay thank you for watching see you next time bye